ダリオ・シミッチ、ダリオ・シミッチは、ユーゴスラビア・ザグレブ出身の元サッカー選手、元クロアチア代表。現役時代のポジションは、センターバックおよびサイドバック。試合に臨む姿勢から、ピットブルの愛称で親しまれた。NK ディナもザグレブの下部組織を経て、同クラブでデビューを果たしたシミッチは、セリエ A のインテイル・ナツヨナール・ミラノと AC ・ミラン、リーグアンの a AS、モナコに在籍し、 2010年にフルス・ディナモザグレブへと戻り同年で引退した。1996年から2008年まで出場したクロアチア代表としては同代表初となる通算出場数百試合目に到達した。3度の FIFA ワールドカップ、3度の UEFA 欧州選手権と主要大会に6度出場した。ディナモザグレブシミッチは1987年の12歳の 時に NK ディナモザグレブの下部組織に入団し、ミロフラブ・ブラジェビッチ監督の下で17歳の誕生日を迎える3ヶ月前の1992年8月23日に、プルバエイチ・エヌ・ウェルの開幕戦であるアウェーの NK バルテクス・バラジュディン戦でトップチーム初出場を飾った。以降5試合連続で起用されていたことから、有望な選手として見られていたが、 最終的に出場6試合にとどまり、クラブはリーグを制するもあまり大きな影響を与えることはできなかった。しかし、翌1993から94シーズンから出場機会を増やしていき、リーグ戦とカップ戦をそれぞれ4度制し、クラブの黄金期を中心選手として支えた。1994年9月29日に、 UEFA カップウィーナーズカップ1994から95のアージオセールとの1回戦で欧州カップ戦初出場を飾って以降4期にわたる欧州カップ戦で全試合に出場し UEFA カップ1997から98ではベスト 16UEFA チャンピオンズリーグ1998から99では予選2回戦でセルティック FC を破り 本大会のグループステージまで進出と近年で最大の成果を上げた一員だった。この時代のクラブには、シルビオ・マリッチ、ドラジェン・ラリッチ、イゴール・ツビトノビッチ、マーク・ビドカ、ロベルト・プロシネチキ等が在籍しており、その中で、シミッチは、クルノスラブ・ユルチッチや、ゴラン・ユーリッチと共に守備を構築した。在籍6期半に、リーグ戦で140試合14得点を記録した。 インテルミラノ 1998FIFA フフワールドカップと UEFA チャンピオンズリーグ1998から99での活躍から欧州のクラブから注目を集め1999年1月にディナモの最高遺跡金記録となる1100万ユーロでインテルナチオナールミラノと契約した1999年1月10日にマルチェロリッピ監督の下で AC ベネツィア戦でセリエ A 初出場を飾り、加入1期目で17試合に得点を記録した。翌シーズンから中心選手とまではいかないものの一定の出場機会を得ていたが、2002年6月に海戸田原と交換で同じくミラノを本拠地とするライバルの AC ミランと3年契約を締結した。インテル在籍の3期半でリーグ戦66試合3得点を記録。 この期間で、シミッチは、ロベルトバッチョ、ロナウド、リバンサ・モラーノ、ディエゴ・シメオネ、クリスティアン・ビエリ等のトップクラスの選手たちと共に、したが、クラブは優勝を果たせないどころか1999から2000シーズンの4位が最高位だった。ミラン・ミランでは、カルロ・アンチェロッティ監督の下で、右サイドバックからセンターバックへと役割を変更し、4人で、 守備陣を形成することになった。2002年8月28日に UEFA チャンピオンズリーグ2002から03予選3回戦アウェイの FC スロバン・リベレツ戦で初出場を飾って以降、同大会では準決勝のフルスインテルとの両試合とオールドトラフフォードでの決勝ユベントス FC 戦で出番は訪れなかったものの12試合に出場し、 優勝に一役買った。リーグ戦では、加入1期目こそ29試合に出場と、中心選手として活動していたが、以降の3期で、過風に定位置争いで敗れ、負傷の影響からわずか27試合と出場機会に恵まれなかった。そのような状況に陥ったため、アンチロッティ監督へ、出場機会の少なさを公然と批判し、対談も辞さない考えだったが、 それから数週間後の2006年5月に、クラブと契約を2009年まで延長した。2006から07シーズンは、カハカラーゼが、センターバックへの役割変更、若手のダニエレ・ボネーラが加入、シーズン途中に、SBE のマッシュモ・オットがさらに加わるなど厳しいものになると思われたが、リーグ戦22試合に出場と定位置を取り戻す、ことに成功した。一方、 UEFA チャンピオンズリーグ2006から07の舞台でクラブは再び優勝したものの、シミッチの出番は予選2試合を含めベスト16までの6試合にとどまった。翌2007から08シーズンのリーグ戦、出場4試合、UEFA チャンピオンズリーグ2007から08では、セルティック FC 戦に先発出場した1試合のみと、 出場機会が限られたために1月の遺跡市場で対談する意向を語った。モナコ2008年8月11日にフランス一部の AS モナコと2年契約を締結することに合意。2008年8月23日の SM カーン戦で初出場を飾るとフレデリク・ニマニの先制点をアシストした。モナコでは2009年4月のルワーブル戦で 退場するまでに26試合に出場し、中心選手として地位を確立したかに思われたが、同試合後から最終節のパリ・サンジェルマン FC 戦まで出番が訪れず、翌2009から10シーズンはギーラコンブ新監督の構想外となり1試合も出場することはなかった。ディナモ・ザグレブ・フキシュミッチは11期の国外生活を経て、2010年4月27日に、 自由遺跡で古巣のディナモザクレブと契約。現役最後となる1シーズンを無給でプレーする契約を交わしたが、わずか3ヶ月後の同年8月11日に自身の衰えを理由にキャリアに終止符を打ち、今後はコーチングアカデミーに入学し、将来的に監督としてサッカー界に関わっていく意向を表明した。この短期での在籍中にスーパーカップを含め、 UEFA チャンピオンズリーグ2010から11予選の FC コペル戦と FC シェリフティラスポリ戦の公式戦3試合に出場したがリーグ戦での出場はなかった。様々な世代別代表を経てディナモザグレブで指導を受けたブラジェビッチ監督のもとで1996年3月13日に韓国との親善試合でイゴールシティマッツに代わり途中出場で A 代表初出場を飾ると、同年の u e f a ユーロ9 6の一員に選出され一試合に出場した。以降は中心選手となり、1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選で6試合、本大会ではイエローカードの累積により出場停止だったものの、全7試合中6試合に出場し、3位入賞に貢献した。2002FIFA ワールドカップで2試合、 UEFA ユーロ2004でグループリーグ全3試合 2006FIFA ワールドカップでもグループリーグ敗退するまでの3試合に出場。後者の大会では2006年6月18日にニュルンベルクで行われたグループリーグ第2戦の日本戦でロベルトヤルニが持つの歴代最多出場記録を抜き82試合に更新した。 グループリーグ最終戦のオーストラリア戦で試合残り5分にイエローカード2枚目により退場した。クロアチア代表として3得点を記録しており、2006年3月1日にバーゼルで行われたアルゼンチンとの親善試合での決勝点が通算3得点目だった。100試合目と代表引退 UEFA ユーロ2008ではベドランチョルルカ、ロベルト・コバチ、 ヨシプ・シムニッチの存在から、グループリーグ最初の2試合を逃したが、同2試合で準々決勝進出が確定したため、スラベン・ビリッチ監督は、グループリーグ最終戦のポーランド戦でシミッチを、首相に任命し、出場機会を与えたことで、通算99試合目を達成。チームは3戦3勝で準々決勝のトルコ戦に、望むも PK 戦の末に敗退が決定し、 シミッチの出番は、訪れず、同大会で、代表通算出場100試合出場を達成するかと思われたが、叶わなかった。2008年8月20日に、マリボルで行われたスロベニアとの親善試合で、クロアチア代表として、初となる通算出場数100試合目を達成。3から2で勝利した、同試合では首相を務め、後半にイビ、ビビザクリジャナツと、交代でピッチを後にした。 その後もクロアチア代表に招集され、2008年9月初頭に 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のカザフスタン戦とイングランド戦の一員に選出されたが、ホームで行われた両試合での出場はなかった。イングランドに1の4で敗れた後に、クロアチアのメディアからシミッチが代表を引退するとの噂が持ち上がり、2008年8月16日に、 クロアチア代表から引退することが発表された。シミック、セット2エクステンドステイ主役は、オリッチとインテル、シミックジョインズミラン、ダベラジョインズインテルミランのシミッチが手術、シミック、スフォーココントロアンチェローティ、アンチェローティオスクーララチャンピオンズ、クロアチア人、DF シミッチ、AC ミランと契約延長。 シミックオンツアウトオブミランシミッチンガミランから、モナコへ、AB、シミック、ビットユー、ボーダベスゴレイム、シミックエンズプレイングキャリア AB、ビスケンプリースディオハジェジェクジャパン00、クロアチア BBC スポーツクロアチアニノニ、オーストラリア BBC スポーツ、ワールドカップオーム、アップゲームズ AB、フィンデカリアインターナショナルポアダリオシミック。ありがとうございます。